はい、山本一郎でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。で、DMM についてね、ドワンゴもそのマスターカードから切られる切られないでね、結構めんどくせえ話がいっぱいあってですね、まぁ、ちょっとこのいろんな尾ひれや歯ひれもついてですね、ドワンゴのその決断とかそのね、やってきたことに関しては、その、僕はすごくいいことだと思ってるんですけども、なんかそれに対して随分ね、こういろんなイチャモもついてるんで、その辺の話も含めてお話をしていきたいなと思ってるんですけども、今回ちょっとね、こう、一部報道で、猫動画ですね、のタイトルに虐待って入っていたんで、まあ、それが問題となって、マスターカードからその映像の差し止めを、その、まあ、通達されてなんちゃらみたいなものを結構話として先行したんですけど、まあ、そのマスターカードとかその周辺のね、こう、人たちの話を総合するとですね、これ、ちょっと別のこう、虐待とか、その、ある種のレイプ動画みたいなものですよね。まあ、それに対して、その、かねてそのあたりの、その、まあ、適切ではないコンテンツの、その、ハンドリングに関して、その、ドワンゴと協議してきたみたいなことをどうも言ってるらしいんですよね。で、ただその、ドワンゴはそういう協議をしているってこと自体は認めないだろうから、やはりその、まあ、お話としては、その、ちょっとなかなか難しいのかなと思うんですよ。で、それは、やっぱ、それこそその、11月の頭にそういう話があるんじゃないのっていうのが聞こえてきた直後にこれになったので、おお、それはちょっとなかなか大変でやんすね、みたいな話ですね。で、まあ、このチャンネルも以前言いましたけれども、もともとそのね、ポロノハブとか X ビデオとかですね、まあ、海外のその、まあ、その、なんていうかな、その投稿型エロサイト、のところにそのリベンジポルノ的なものとか、そのもしくは自動ポルノ的なものもそのね、ユーザー投稿で入ってくるわけですよね。で、そのユーザー投稿で入ってきた、その、まあ、あんまり適法とは言えないコンテンツを扱っているこれらのそのアダルト動画の会社が、子会社で広告会社を持ってるんですよ。で、その持ってる子会社の広告会社で、マスターカードやビザカードや、まあ、そういったその決済の手段を使って収益化をしていたということで、ここの会社が収益化を上げた結果、そのリベンジポルノやその自動ポルノなんか上がってるから、この会社に対して自分がリベンジポルノを上げられちゃった人がですね、カリフォルニア州でその訴えを起こした時に、ビザカードとマスターカードをですね、共同被告に入れてるわけですよね。で、その時に、その、まあ、どういう理由かわかんないですけど、そこのそのカリフォルニア州の判事がですね、お前ら共同被告でええやんけと、一緒になってお前裁判ちゃんとやれや、みたいなことでこう入れちゃったわけですよね。で、あれは本当に幇助と言えるのかっていうのは、まあ結構そのトリッキーとかその議論のあるところで、まあ僕らなんかはその、だってね、それは決済プラットフォームである以上は、別にそのペイパルだろうが、カード会社だろうが、もしくはその場合によってはそのビットコインみたいなね、そういうその、まあ、決済手段を使って広告を売ること自体は僕はあり得ると思うんですね。でもそれはダメだっていうことを、まあ、そのカリフォルニア州が判断をするであろうということになるとですね、それはその応じざるを得ないと。で、そこからその、まあ、マスターカードもビザカードもレギュレーションをね、を上げていくわけですよ。で、これ何なのかというと、その、いわゆるその虐待だったりとか、その動物をその、まあ、レイプする動画とかね、そういったものも含めて、NG の項目を作っておるんですね。で、その NG 項目を割と厳格に運用しましょうみたいなことを、まあ、最近言い始めていて、ここ2年ぐらい、その、まあ、いろんな、まあ、問題がですね、日本のコンテンツ業界においても起きていると。で、これは一番大きかったのは、国内の大手出版社が、その、まあ、自社のね、サイトの中で漫画を売るにあたって、青年向け漫画を売ってるわけですね。で、その青年向け漫画のその描写の内容ですね、まあ、非常にこう、セクシーだったりとかですね、まあ、セクシーっていうのは、まあ、そのまんま、行為そのものをですね、まあ、描写している、そのコンテンツがあったりとかですね、もしくは、女性と疑わしいものに対して、その、まあ、アビューズっては、その、なんていうかな、その、迫害をする、まあ、描写があるんですね。で、まあ、当然その漫画なんで、その、女性キャラクターが戦ったりとか、その結果その女性が殴られたりとか、まあ、死んだりとかするのって普通にあるじゃないですか。それは別にその漫画に限らず映画だってある話で。で、それの描写のあり方自体をそのカード会社がですね、審査の影響を、自分たちが書いているその決済の規約に基づいて厳格に運用しようとするんですね。これまた大変なことになるんですよね。いわゆるその映画の倫理とかですね、もしくはその、まあ、ビデオのね、その販売におけるその倫理とか、もしくはそのセロみたいなゲームにおけるその残虐描写等に関するその レーティングとかってあると思うんですけども、まあ、それと同じようなその自主規制みたいな企画をですね、あらゆるコンテンツにおいて、そのあなた方はやるべきだみたいな話をされるとですね、それはカード会社によるそのコンテンツの検閲に当たることもあり得るから、もうちょっと考えろやみたいなことになるんですよ。で、考えろやって言ったって、そのカード会社はですね、だって契約に書いてあるんだもんっていうなんですよ。
で、それはその、まあ、今回ね、そのビザカード、マスターカード、特にマスターカードですかね。もともとそのドラえもんに対してはいいと思っていたかったっていうことをまあ言っとるわけですよ。で、これはいろんな諸説あって、今までその警告して、それを無視してきたからドラえもんという会社は許せないと言ってるのかわかん、もしくは、もちろんその様々なコンテンツをその提供できる会社なのだから、それに対してはちゃんと中身を見て、カード会社の決済の、レギュレーションに引っかからないものだけ運用するべきだっていうふうに言うのか、よくわかんないんですよね。まあ、おそらくその、最終的な本当の見解っていうのは、そのカード会社が例えば日本で訴えられるなどして、その代理人を立ててね、で、そこに対して、その、きちんとその、まあ、司法上の判断に資するだけのなんか証言なり、陳述なりをしてくれないとわかんないわけですよ。で、これは本当にわからない。で、実際カリフォルニア社のやつも、その、裁判の内容は非公開で、僕らもそのね、こう、両側にこう、レターを送ったりとかして、これどういうことだよね、みたいなのを聞いてるんだけども、用として教えてくれないわけですよね。で、それはその、被害者の側もやっぱりその、本人のプライバシーを守らなきゃいけないとか、いろんな理由でなんか教えてくれないんだけども、ちょっとぐらい教えてくれてもいいじゃんと思うんですね。そこは、我々もね、こう、だってステークホルダーではないけれども、その近しいところでね、影響を受ける可能性ってやっぱあるわけなんで、やっぱ知りたいですよね。で、それ知りたいんだけど、なかなか教えてくれるの困ったなというふうに思うんですよ。で、まあ、実際そのドアコが言ってることは、私はそのある程度、今回に関しては正論だと思っていて、よくわからんと。で、その説に対応していて、今回問題とされているコンテンツに関しては、非表示したけど、マスターカードがそのこれからも同じようなことで、そのまあ、コンテンツを勝手にこうね、見て、ある種誤解に基づいた、もしくはその誤解をその恐れずに、そのいろんなところにこう、お前のやって出してるコンテンツはあかんでやん、みたいなことを言い始めるとですね、非常にこう、大変なことになるんですね。なので、そういったところになってくると、本当に事実上のカード会社によるコンテンツの検閲っていうのも非常にこう、まあ、手法を通さないで、ね、割とその、私企業による、その、まあ、なんていうか、言論の自由の封殺みたいなことになりかねないんですね。そこは、やっぱ何らかの手段で、その、まあ、対抗していってねっていう気持ちはやっぱりありますよね。はい。なので、いわゆるその表現の自由の話で言うと、その商業コンテンツにおけるその、もう例えばそのまあ残虐描写とか、まあ、あともしくはその虐待とかそういったものに対して、どうやってこう、うまく歯止めをかけていくかということではなくて、ユーザージェネレーションの、CGM 的なものでできた、その自然発生的な動画や、ノートセーフユアワークのやつですね、まあ、スケブとかそういったところでやってるものに関して、もうダメだっていう話になると、割とピークとしてはですね、厳しいぞと思うんですよね。なので、そこら辺のその話で言うと、やっぱり最終的にはその自社決済、直接のその、銀行経由での取引みたいなものをそのベースにした、その決済手段に戻していかなきゃいけないんじゃないかみたいな疑問ってやっぱ出てくるわけですよ。で、そうすると、その、まあ、過去永遠とね、やってきたそのカード会社を使った決済っていうのは割とこう、まあ、ピーキーのことになるんですよね。で、そこら辺でこう、まあ、出てくるのは、例えばその、ペイペイとか、その、もしくは楽天ペイとか、もしくはその、まあ、アリペイみたいな、そういったね、ペイペイ的な、なんていうの、こう、QR コード決済の中間決済をやってるところとか、もしくは交通系 IC をやってるところが、いわゆるその決済手段を代行するような形でオンラインにも出てきてくださいよ、みたいなことは今後起きると思うんですよ。で、それは本当にいいかのかまたちょっと別なんですけど、まあ、そういった形でその、まあ、コンテンツ系のね、経済圏みたいなものはより良い形で運用されるにはどうしたらいいのかっていうのはやっぱ考えていかないし、あとその、ちょっと悪いことがあると、マスターカードでね、こうバッと切られて、全く無関係のね、コンテンツも一緒にこう決済できるようになっちゃうわけです。で、これって本当にそういうやり方でね、その、まあ、なんていうのかな、こうオンライン決済みたいなものがそのコーディネートされていいのかってやっぱりあるのでですね、そこら辺は、その、やっぱ、もう、本来であればもう少しちゃんと踏み込んで、日本のね、行政も、もしくはその、まあ、小鳥も、いろいろ判断してなきゃいけないことなんじゃないのかな、というふうに思うんですよ。で、このあたりは、その、結構テクニカルなんですけど、まあ、個人的にはですよ。まあ、もちろんいろんな意見あるんで、すべて私の意見が正しいというつもりはないんですけど、私個人としてはですね、これ、ドッキング法の問題だと思うんですよ。だって、マスタービザで、大体、その、電子商取引の、まあ、65%、70% ぐらい占めてるわけですね。で、そこが、自分たちのその、レギュレーション、もちろんレギュレーションは大事ですよ。レギュレーションの大事なんだけど、それに基づいて、自分たちがその好みと思わないコンテンツですね。問題があると言ったコンテンツを決済させないがために、他の全てのコンテンツも決済できなくするような仕組みを構築るべきじゃないんじゃないのかなと思うんですよ。で、この辺は、もう本当以前からその似たようなことって、やっぱりその、まあ、大手出版社のその漫画アプリの決済をね、マスターとビザが止めるかもしれないみたいなことになって、大騒ぎになったのはまあ、あったんですけども、その時のその議論の再来だと思うんですよね。
であの時はまあ、よくも悪くもねこううまい具合に政治的なのか使ったのかもしれないけどもなんとか落ち着いてですね、そんなにそのね、めちゃくちゃなことにはならないことになったんですけどただその後そのやっぱりそのそんな大手出版社であればその融通聞いたかもしれないけどもそうではないそのね同人系コンテンツを扱っている中小規模の書店とかですねそういったところはやっぱガンガン今カードからねお前のコンテンツ決済できませんってやられてるわけですよ。でやられてるけどその実が小さいから、まあ、マスター使えなかったらいいかみたいな感じになってですね、まあまあみんな泣きに行ってるわけですよね。でそれってやっぱ独禁法的にはその結構問題なんじゃないのっていうのは思うんですよね。ただこれだけカード決済が普及してるからこそみんなそうね、適正なその代理店としてその自社を登録するにはどうしたらいいかとかみんな考えてそうなって登録してないじゃないですかお金払ってさ。でそれがいや実はお前らのね扱ってるコンテンツの一部がダメだから全部ダメよっていう話をされちゃうとですね、まあ、その時点でもう圧倒的に優位にいるわけじゃないですか。でそういうところはですねお前らのコンテンツダメなんだから全部のそのコンテンツダメだの決済しねえバカ野郎みたいなのでやっぱそれは良くないだろうとそれはやりすぎだろうというふうに思うんですよ。なので、まあ、そこら辺やっぱりそのね、アクアイアラーさんも含めていろんなところでこう、まあ、議論はされてると思うんだけれども、やはりコンテンツ系に関しては特に最近めんどくさいことが増えたなと思います。で、それはその普通のただのイラストでも、若干でもそのなんか女性を殴る雰囲気のあるものとか、その少年少女をそのレイプするかのような描写があるものに関しては、タイトルで判断したりとか、その、マグショットみたいな、一番そのね、上のその画像の良し悪しで判断したら、中見てねえじゃんみたいなのもあるんですよ。で、それって、本当にその、中のコンテンツをきちんとお前ら審査したんけっていう話やっぱなってきてしまうんですよね。だからそこは、やっぱもう一回その見直していくべきなんじゃないのかなというふうに思うんですよね。で、さらに言うと、そういうその、本当にやばいコンテンツの流通って、カード決済なんか関係ない、もっと地下に潜ってるわけですよ。で、そういう地下に潜ってるコンテンツに関して、お前ら何の作用もしてこなかったにもかかわらず、ここに来て、その、潜ってない上の方にある、ちょっとしたね、その猫をその、まあ、拾ってきた猫を汚いから洗ってやるっていうことに対する、動画が、その、虐待しますっていうふうに、こう、まあ、なんていうのかな、レトリックですよね。表現としてそういう言葉を使ってしまったが、ゆえにその、動画を下ろせとか、もしくはその全体的にどうにかしろみたいな話をされちゃうとですね、なんか野暮だなって思いますよね。まあ、その辺はやっぱりその、まあ、大手だから、もしくはシェアが高いから、そういうことをそのやれちゃう分だけ逆にその、まあ、もうちょっとやり方についてはその日本の国の中もですね、対策を考えていくべきところに来てるんじゃないかなというふうに思うんですけど、いかがですかね。うん、ちょっとね、ドワンゴ寄りすぎますかね。なんか、別にポジションなんかあるわけじゃないんだけど、やっぱね、話聞いてるとね、なんか不自然なんですよね。どんだけドアも嫌いなんだよっていうのはちょっと思ってですね。まあドアも好きな人あんまいないかもしれないけども、それでもやっぱり頑張ってるんだね。彼らは彼らなりにやってるものに対してその変な形で妨害するのは良くないかなっていうふうに思うんですけど、どうですかね、皆さん。うん、まあいろいろね、ご質問あれば、お受けたまりしたいと思うんですけどね。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。